えー、2週間ぶりりの企画になります小、ね、<laughs> 寺雅さんのツイッター110番「ホームランキング○○を探してカキン!ー」はい、ということで,とことで時間も限られてますので、はい、まずはこのツイートをご覧ください噺家さんのツイートなんですけれどもこれしょっちゅう出てきましたよね「立川男志郎さんこの北海道という町はその昔開拓民たちが一生懸命に開拓した町だ外国人に売らないでほしい」って 長渕剛さん事実確認をということでそこは開拓民より先にアイヌが暮らしていた土地です地名にもアイヌゆえんの由来がああなんだこれ多々あるがそのが証拠ですと日本や日の丸を振るのが少ないようですがそこは基礎中の基礎ですぞというようなことを言っていますけれどもこれに対してですねちょっと私こういうことを言いました。 あのアイヌ文化の痕跡は鎌倉後期からですがそれ以前の遺跡はたくさんありますが何な,ならそれ以前の寺や神社もありますがと北海道の歴史も知らないのにデマを流さないでもらえますかというようなことをツイートさせてもらいましたそしたらですねかなりの大反響があったんですけれどもその中でこのもう一回立川さんのツイートをご覧いただきたいんですけれどもこのツイートをしたのがですね 2022年10月5日の12時46分だったんですけれども実はその前にこのツイートがありましたこれ一水会さんのツイートなんですけれどもそのより前のです、ね、時間にほぼ同じようなツイートがです、ね、あって。 おおいおい,おいこの話か一水会のツイートをそのままほぼほぼ作っ,ってんじゃないのかみたいなくりこの SNS 探偵団はすごいなというふうに思っていたらですね <laughs> さらに追い打ちがかかって次ドン、どん立川談志郎アイヌに関して投稿しデマだと即論破されるということで次ドン、どん僕のツイートが出てきてですね ふんだり蹴ったりこの方はう嘘つきおばわりされたりですね話し家で話を職業にしているくせになんだ、一睡会のこのツイートをそのままパクってるやつなんじゃないのかということで,ですね結構やけどしたということでですねちょっとひどい目に遭っちゃったということなんですけどこれ佐々木さんどうですかパクリ禁止、話し家でしょ話しかかかったらどうすんのよ って言いたいたですねということで僕にですねこれ見てる方ももうなんだっていうような人も見てるかもしれませんのではっきり言ってますが返り討ちに会いますからね <laughs> か中途半端にしたら返り討ちに会いますのでぜひぜひここはよろしくお願いします。で2人目のツイートこれ2人目のツイート出るんですかここれれははい、い、い出ます。はい、じゃあ2人目のツイートちょっとこれご覧ください

アイヌ語の場合はそうじゃなくって本人は望まないのに、まあ、主に明治政府の同化政策によって言葉を奪われてしまったのでこれですね札幌大学副学長の本田優子さんっていう方でですね実は国のアイヌの政策を 取仕切るというメンバーに入っていていさらに北海道のアイヌ政策を取り仕切るというその立場の人がですよ実は韓国の番組にわざわざ出てアイヌは先住民族なんだ日本がこれはアイヌ語も奪ったり文化を奪ったということをですねワン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 宣伝してるということが分かってですねこれ国のですよ 国のアイヌの審議委員の方がですね韓国まで行って嘘800並べてですね日本政府はとんでもないことをしたんだというプロパガンダをしているということ自体ですねなんで国はこういう人を選んだんだこの人に税金も措置されているんだろうけしからんというふうに思ってですねこの本田裕子さん、この方です、ね、何やら必常にとぼけたことを言ってですねあのアイヌ語を北海道の公用語にすべきだというふうに今言っていまね、えー これ<ー>とんでもない主張をし始めているこれ札幌大学の副学長ですからねこういう方がいるということでちょっと私の探偵団の方にですねこんな放送されてますということで放送されている動画もあったのでそれは報告を受けたので皆さんに報告したんですけれどもこれどうですか、長尾先生。同化政策とかそういう言葉をさっきの方口にしてらっしゃいましたよね。うんあ いや、もう言葉がないですよね。嘘も100回言えば事実になるってことを事例まあ証明して我々にとっていいことはないわけで、これどっからこう切り口を入れたらいいですかね。だから、これまた報道されてるんでしょう。うん。だから韓国の方で報道されてた。日本人って愛に対してとんでもないことやったんだな。アイヌ語も奪って同化政策もして我々と同じだみたいな話になってますよ。まあやっぱり地上波でね。もう。 こういう話題を取り上げませんからね。うん、まあ僕らがこれ文化人放送局でもっともっとあの発信力つけるしかないんじゃないですか。うん、本当、うん、やっぱり僕がやっぱり問題だと思うのは、この方が国のアイヌ政策の審議員のメンバーだっていうこともまあ問題だと思うので、これ本当にですね。長尾先生に早くですね。 国会に戻っていただいてこんなことでいいのかって言ってもらわないと大変になるということですねこれ見てる皆さんもぜひよろしくお願いしますよ中尾先生の応援ということで、はい、次行きます次ですねこの方この方ちょっともっとイラッとしてしょうがないんですけどちょっとこの方のまあ、そのアメブロ更新しましたということで鈴木宗男さんなんですけども更新した内容次ドン これですねウクライナのゼレンスキー氏が7日ウクライナはロシアの占領下にある北方領土を含む日本の主権と領土の一体性を尊重することを確認すると大統領令に署名したと報道されている単純に考えれば日本を支持する立場のように見えるがありがた迷惑な話であるということを言って私はこういうツイートをしました。 この方は日本じゃなくて完全にロシアの政治家だったってことやねというふうに言ったんですがこのですねとんでもない報道に関しては吉田さんがですねちょっとツイートをしてたので吉田さんこれちょっとご意見いただけますか僕のツイートってこれ出ますあ出ないあ出出ます出ます出ますはい。これねあのー、まあまず鈴木宗さんあなたの言動の方がよほど日本にとってありがた魅惑ですと私は書いた上で <laughs> こういうふうに言ってるだけでもしょうがないのでツイッターの便利な機能アンケート機能を使いましたアンケート出ますかアンケートはすぐ出ないかもしれないすえーとじゃあ<う>結論だけ言います一週間かけてですね三万五千人の方が投票してくださりました私の質問はえー、この、えー、北方領土は日本の主権を尊重するという、えー、ゼレンスキー大統領の発言、えー についてまあ宗男さんがまあ,ありがた迷惑と言ったが日本にとってありがた迷惑なのはどちらとお考えですかとゼレンスキー大統領ですか鈴木宗男さんですかという質問です。これに3万5000人の方のお返事は9割がえ鈴木宗男さんが迷惑だ1割がゼレンスキー大統領が迷惑だという結果でした。ということでこんなですねとぼけたことを。 本当にいつまで言うのかなとで最近言ってるのはそのなぜかですねこの戦争というかこういう紛争が終わらないのはそのウクライナに武器を供給するから悪いんだとだから武器を供給するのをやめたら戦争がなくなるのにっていうふうに言ってますがそんなものなくしたらですねとんでもない目にウクライナが合うのは分かっていて侵攻をやめるというのが一番重要なんですけれども。 こういうい政治家の問題発言っていうのはマスコミは一切追及しないなとこれどうでもいいような発言だけはわーって鬼の首を取ったように騒ぐマスコミがこんな国土だとか領土の根幹を揺るがしかねない問題を政治家がこんなこと言ってるってことに対してですねほとんど報道しないマスコミもどうなのかなということで。 本当にこの方に腹を立てたということで今日はだいたい時間がなくなりましたので実はまだいっぱいあるんですが今日はここまでにしておきますまた来週お願いします鈴木明夫さんってなんで選挙強いのいやこれですね選挙そんなに当選するのそんなに強くなかったんですよ一番最初はもうギリギリ滑り込み政府だったんですけれどもそのうちにまあ鈴木さんに頼めばああいうことがあるこういうことがあるみたいなですね まあ、利権おいうかです、ね、美味しい思いをする方たちがもう本当にブわっともう、まあ、選挙に頑張るみたいなことでですね、まあ、動くということでそれこそ胸をぐんだみたいなのがいてですねその人たちが必死にやるただ最近ですねもう目に見えて得票数は減ってるので。 まあそういうういいこととはもう通用しななのかなともう維新の、まあ、宗男さんの子分として北海道からもう議員を出せていないという状況なので、まあ、そろそろもう賞味期限なのかなということはありますがやっぱり北海道ってですねそういうなんアイヌ利権もそうですけれども。 お金が来うくるんだったらいいんじゃないのかみたいな、ちょっと情けない文化があるということで。そこにうまくつけ込んでるっていう感じですね。まあ、ということで、今日はです、ね。時間も来ましたので、これぐらいで、また来週またありますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。私も、今回もホームラン系の丸を。今年も、<laughs> 年もちょっとすみません、間違え。<laughs> はい、ありがとうございました。はい。はい。で、えっと。一旦。 話題をちょっと戻させていただきまあのアンケートを取らせていただいておりましてチャットの方で今後最も期待する自民政治家はというふうなアンケートを今リアルで取らせていただきました、うんえー、一番少ない人から読ませていただきますと岸田首相1%。1 <laughs> 1> <laughs> <laughs> <え> <laughs> 岸防衛大臣が前防衛大臣が19%萩生田光一政調会長が 28%1 位がやっぱり高市早苗経済安保大臣51%というふうな結果になりましたでこれに関連してですね13番をお願いしたいんですが、はい、萩生田光一議員がです、ね、素晴らしいキレキレの岸田首相が嫌がる質問をされていたということでお願いします。はい 萩生田光一自民党田田先生生のツイートです萩生田光一自民党政調会長が有識者会議では <laughs> NATO 基準は防衛省以外の研究開発費、法案整備費、開保予算も含まれるさらに年金もカウントできるとどうすれば見た目の金額を増やせるかばかり考えているように見える総理水増しでは国民の生命、財産を守ることはできませんと素晴らしい、頑張れということでございます。 はい、ありがとうございます。先ほどのですね、防衛力強化の研究開発、インフラ整備、防衛費に参入、首相が仕組み検討指示というふうなことと、真反対のしっかりと言うべきことを言ってくださっているような印象を受けたんですが、長尾さん、この質疑について改めてお願いいたします。いや、政調会長がね、ここまで突っ込んだ質疑するっていうのはすごいと思いますよ。で、僕らクラスがね、まあ、ちょっとあの政権批判みたいなことをやるとね、後で。 あの理事だとか、あと国体あたりからちょっといろいろとあの指導を受けたりあのするんですよ。ああそれでテレビ入りの予算委員会ですから、まあ役人側もう相当冷た状態でえことに臨んでいるというふうに思う中で、ま僕のあの想像の領域は出ないんですけれども、多分事前の打ち合わせに。 に対して相当突っ込んだ発言をされていると思いますこれはあの萩生田政調会長の記者政権に対するメッセージであると思いますねまああわよくばねやっぱり EZ に5発ミサイル撃たれたのになんで NSC 招集しなかったんですかってねまあ、私なら多分やってたと思いますけども、うんえー、それで出席が起れるわけですけども これはあのまあ政調会長その話はされなかったんでまあそこは武士の情けでねえもう一声超えていただければうれ嬉しかったなっていうあのそう思いますね、うん。 これ相当岸田総理が嫌がる質疑をされてたっていうふうにおっしゃってたと思うんですが、うん、そうですね、えー、岸田政権が嫌がる単語をあちらこちらに散,ら散りばめてましたよね<ー>あとちょっとまあこのあの話題ではないですけど高市大臣と小林前大臣との質疑も同じメッセージを感じました それは高市大臣が中国の名前を出すなあといつセキュリティクリアランスのことについて出すかということは言わないでくれというふうに言われてぶち切れて後で暴露していましたけども高市大臣は答弁でこそいつ出すということは言わなかったけれども前経済安保大臣であった小林大臣が次の 通常来年の通常国会で必ず提出してください、期待してますっていうことを議事録に乗っけたってことは、これもまた、橋生田政調会長と同じように、岸田政権に対する高市、小林両氏の強いメッセージだったんじゃないかなって、僕はそう睨んでますうん、なるほど、かなりやばいなっていうふうにニュースが出回ってますけど、陰でこうしっかりとコツコツやってくださってるということなんですね。 そうですねただこういう質疑がね全然報道されてなくてね萩生田さんが最初統一教会について陳謝したってそればっかり報道されてたよねそれだけやられてますよね、うん、も冗談じゃないよ本当にありがとうございます佐々木さんお願いしますあはいいや、私もその本当に聞き取り報道嫌だなと思いますのとあと 衆議院って、まあ、今ちょっとグったら、465人いるんですよね。で、その中で言ってですよ、こういう身のある質問、要するに国を守ろうとか、そういう質問してくれる方が数名、2、3人って、もうやってらんないなと思いますよね。<laughs> 本当にこんな中国にコビ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 して頭を押さえつけられてるような政権を抱いてで、それにおかしいっていう人が3人ぐらいしかいないっていうのも。 どううしようもう絶望的だなと思って一人絶望に浸っておりました <laughs> まあこれは、ねあのー、地方議会と違って、えー、会派を構成している人,人数と質疑時間を普通なら暗分するんですけど国会って逆でして、うん、野党に8割与党は2割時間を渡しちゃうんでねあのバッターの数が少ないっていうのはあるんです。 あのおかしいと思いますよ、本当に。でも、思ってる人も少ないですよね、実際のところ、要す記者岸田さんのに喧嘩売っていこうっていうような人も、おかしいじゃないかって言ってくる人、少ないですよね、現実としてね。まあ、岸田さんに喧嘩売らない人間がバッターになるんですよ。はあ,<ー>、まあ、萩生田さんぐらいですよ、厳しいこと言ったのは、まあ、小林大臣とね。 あとね、やっぱり言うたら悪いけど、予算委員会の理事がもう本当、え、この人が予算委員会の理事っていう、もうなんか頼りがない人たちばっかりですよ。まあ少なくともあの自民党のあの保守系じゃない人たちばっかりが予算委員会の理事やってます。これも人事です。やってらんないわって思ってます。もう早く長尾先生戻ってお願い。 その中でも、こういうねあのちゃんと仕事をする人がいてで、それを大手のメディアが報じない野党でも、まあ、唯一、国民民主党の玉木さんだけね、時々すごいいいことを言うわけで、まあ、あの我々われ、まあ、文化人で発信するもの、ご視聴いただいている皆さんで、SNS などを通じて、メディアの代わりにバンバンと発信しましょう。はい、はいいありがとうございます 野田さんお願いします皆さんがすべて僕の言いたいことを言ってくださいましたありがとうございます <laughs> はい、ありがとうございますはい、それでは、もう早いもので1時間が過ぎてしまいました、うん これで今日は終わらせていただきたいと思うんですが、最後に告知をさせていただきたいと思います。長尾さんから告知二つありますね。16、17スタッフさんお願いします。長尾さん、ご説明お願いします。はい、明日10月22日の20時からあの福岡で、えー、ライブハウス借りて、えー、やります。あと二人ぐらいあの定員。 余ってます。で、ライブ配信をやりますので、これは長尾隆チャンネルで URL が貼られていますので、概要欄ご参照いただければと思います。で、それから21時はまあせっかくあのライブハウスですんで、ちょっと私ギター持って少しやります。あの、うん、プロの前座をやります。 あの私が40分やって<ー>あのプロはあの10分やるっていう <laughs> い、えー、全然じゃないじゃないですか。はい、そ,うそうそう。<laughs> で、あの私の友人がやってるライブハウスでやりますんで、うん、これは。 あのキャバンビートというライブハウスのチャンネルでやりますんでそちらの方に切り替えていただくえそして22時からはそのライブハウス会場からこういうナイトに出演させていただく明日はちょっとトリプルヘッダーでございますのでど,えどうも皆さんよろしくお願いします,す,すお願いいたします山田さんもしこのトークライブ行きたければ2名の方どこに連絡したらいいんですかねあこれは私の事務所にあの、ええ。 あの連絡入れていただければあの大丈夫ですはい、はい、かしこまりました、うん、ではこの動画概要欄からもホームページ載せておりますのでそちらからもお願いしますあそうですねはいよろしくお願いしますはい、はい、で長尾さん先ほどおっしゃったようにこちらの動画概要欄にもお動画の URL 載せておりますのでそこからもぜひご覧いただけたらと思います長、はい、さんどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございます吉田さん告知あればお願いしますえっとじゃあ短くあの長尾先生も、えー、今多分顧問になっていただいていると思うんですけど。 アジア自由民主連帯協議会、あの、まあ、あの、の、えー、大きな会合がですね。今度二十五日ですね。ええー、二国参議院会館の、ええー、一丸二というところで、えー、集会を、えー、やる予定です。あの、詳細は、あの、フェイスブックとかですね。えー、などでご覧いただければと思います。あのー、まあ、ぜひ、えー、引き続きちゅじ。まあ、少数民族を見た人権問題、あのー、関心を持っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。佐々木さん、告知あればお願いします。 私、ないはい、<laughs> はい, <laughs> いありがとうございますはい、小野寺さんお願いしますないですはい、わ <laughs> かりました、ありがとうございますそれでは最後スタッフから告知ですぜひ <laughs> 長尾さんへ個人献金、ご寄付という形で応援お願いします控除という形もできますのでこちらの動画概要欄からお願いいたしますまた長尾隆の YouTube チャンネル登録もお願いしますそして有料メールバーが長尾隆の国会戻るまでこれだけ言っておきたい登録応援お願いします最後長尾さん一言お願いいたします はい、今日も夜遅くまで、あのたくさんの千六百人の方にご視聴いただきました。本当どうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい。はい。それでは、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、さん、ゆうぽん。ありがとうございました。は<あ>い。さん。お疲れ様でした。ありがとうございます。